シャーロック・ホームズ博物館は、イギリスのロンドンにある市営の博物館で、文学作品に登場する有名な架空のキャラクター、探偵シャーロック・ホームズに関わるものを専門に展示している。1990年にオープンしたもので、ベーカー街にあり、ウェストミンスター市の許可を得て221バイトのパンチを掲げているが、実際は237番と241番の、 間、リージェンツ・パークに近いロンドン中心部のベーカー街の北端の近くに位置している。博物館がベーカー街221バイトとして占有しているジョージアン様式のタウンハウスは1815年に建てられた。1860年から1936年まで下宿屋として使用されていたことがあった。1881年から1904年までの期間にわたり、 シャーロック・ホームズとワトソン博士が大借人のハドスン夫人の下宿屋に住んでいた際の様子をテーマにしている。この家は特別な建築的、歴史的特徴を有しているとして政府によって第二級指定建築物として登録されている。この博物館ではシャーロック・ホームズの様々な法案にまつわる物品や1984年のグラナダ TV のテレビシリーズ シャーロック・ホームズの冒険のシーンを再現したものなどが展示されている。博物館1階の今221バイトバンチは、博物館と近くのアビーナショナル銀行の建物との間で長引く論争の的となっていた。1930年代からロイヤルメールは、シャーロック・ホームズ宛ての郵便をアビーナショナル銀行に配達していた。アビーナショナルでは手紙を処理するために、 特別な秘書を一人雇っていた。博物館はこの種の郵便物を博物館に届けるように何度も訴えた。立足をつけてお金を貸すことを主な業務としている銀行ではなく、博物館こそこの種の郵便物に対応する最適人の組織だという理由からである。これらの試みはすべて失敗に終わったが、2002年、 アビーナショナル銀行が70年ぶりに本社を移転したことでようやく問題が解決し、現在ではこうした郵便物は博物館に届けられるようになった。221バイト正面アーサー・コナンドイルの娘である寺院コナンドイルは博物館について聞かれた時にそうした事業については自分には熱意がないとはっきり答えていた。 父親の創作物に出てくるキャラクターが現実の人物であるかのように見せることに強く反対していて、博物館の存在によってホームズが実在の人物だったという考えが多くの人の頭の中で強まることを理解していたのである。ホームズが住んでいたとされる期間を記した記念のブループラークが建物の外側にあることで実在の人物という考えはさらに強化されていた。 しかしながら、ジーン・コナン・ドイルは1991年に、スイスのシャーロック・ホームズ博物館のオープニングセレモニーには参加して、賛成の態度を示した。またジーンは、ロンドン博物館に、父親のための専用の部屋を作るという申し出を、受けたが、断った。そして、それ以来アーサー・コナン・ドイル氏の遺品のうち最後に、残っていたものはオークションで売却されたのである。 内部写真、ありがとうございます。